ゲストがお越しいただいてます。本日のゲスト、ネイティブキャットサウンドの皆さんです。ではまず自己紹介をお願いします。はい、レインボータウン FM ミュージックデリバリーをお聞きの皆様、こんばんは。こんばんは。ネイティブキャットサウンドというバンドのギターボーカルを担当している小山あずさです。ギターコーラス担当の林正樹です。今年の1月9日に全国発売でミニアルバムを出させてもらいまして、地元中心でやっていたライブ活動を4月から都内中心でやり始めましたので、まずは皆様に電波を通してご挨拶と僕らの曲をお聴きいただきたく参りました。短い間ですが、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。伊勢原出身の、神奈川県伊勢原出身の、はい、4人グループでいらっしゃるということですね、はい、その中から今日はお二人、ボーカルの小山あずささんと、それからあれギター、はい、ギターの林正樹さんにお越しいただいております。純粋にですね、ネイティブキャットサウンドってちょっと面白い名前だなと思って見てたんですけど、はい、これはバンド名に込めた思いは何かあるんですか？まあ、バンド名を決めるにはだって結構グダグダやってたんですけど、はい、最終的に僕の好きな言葉を並べただけっていう。あ、そうなんですか。ネイティブアメリカンが好きで、はい、インディアンが好きなのと猫がすごい好きなのと、はい、でまとめでサウンドでいいんじゃないかなって。あ、なるほど。そうですね、小山さんのプロフィールに猫が大好きです、最初に、はい、書いてありますもんね。なるほど、好きなものをたくさん並べたと。そこら辺の猫好きには負けません。あ、負けない。なるほど。そしてですね、まあ、プロフィールのところにも日本語にこだわって、あとメロディーにこだわって、はい、詩を書いてらっしゃる、曲作ってらっしゃるってことなんですけど、はい、こう日本語に特にっていうのは何か理由があるんですか？やっぱり日本人っていうのはね、はい、洋楽とか聞いててすごい気持ちはいいんですけど、はい、やっぱり自分たちは日本人だし、そう、日本語でこう皆さんに伝えたいなと思って、心に来るのはやっぱり日本語かなと、はい、日本人なんで。なるほど。じゃあやっぱり聴いてる皆さんにより伝えたいという思いを込めてということなんですね。はい、現在21歳の男性が皆さん4人集まってらっしゃるということなんですけれども、はい、皆さんの出会いはどういうものなんですか？出会いは、まあ、みんな中学とか高校とか別々だったんですけど、はい、みんなそれぞれバンドやってて、地元のスタジオがまあ大体一つぐらいしかなくて、伊勢原に一つあって、でそこでみんな練習とかしてて、まあ、自然と仲良くなっていくんですよ。それで仲良くなっていって、前のバンドは解散ってことになりました、はい、じゃあまたバンドやりたいしどうかなっていう、一人ずつで自分が声をかけさせていただきまして、はい、それで結成したって感じですね。みんな一緒にやろうよ、はい、ということですね。2006年から活動してらっしゃって、はい、今2年目。そうです、2年目に入っているということですね、はい、じゃあもう最初からかなりプロを意識してというか、そうこの道でやっていこうって。そうです。決めてたんですか？決めてました。すごいですね。熱を持ったメンバーを、はい、集めたっていう。じゃあこの道でやっていくっていうふうな覚悟がある皆さんでやってるっていうことなんですね、はいはい、なるほど。そうですね、曲をCD 借りて聞いたんですけれども、はい、すごく声が透明で透明感のある声だなって思いながら聞いてたんですけど、はい、何かこう自分の歌はこれが特徴なんだって、ここをみんなに聞いてほしいってありますか？いや、一応まあすごい気持ちを込めて自分なりに歌ってるんで、はい、やっぱりできればライブに来て表情も見てほしいなっていう、うん、あ、なるほど、はい、音だけじゃなくて、はい、パフォーマンスを見てほしい。そうですね、はい、そのまあ声が透明だなっていうのと、あとすごく4人の音が純粋に混ざり合ってというか、4人の音でできてるっていう感じをすごく感じたんですけれども、音の演奏っていう面でいくと、例えばこんなところ工夫してますとか。そうですね、まあみんなに聞きやすいようにですね、純粋に、まあなんていうんですか、メロディーが一番生きるバンドサウンドにしていきたいということで、シンプルにバンドサウンドを作ってるんですよ、はい。でまあ、自分たちが好きな音楽も、まあ、日本の音楽で、はい、ミスター・チルドレンとかスピッツとかすごい大好きで、そういうふうに、まあ、みんなに伝わりやすい音楽を作ろうということで、なるほど、シンプルに作ってらっしゃるんですね、はいはい、ではここでですね、注目の皆さんの曲をですね1曲かけたいなというふうに思うんですけれども、じゃあこの曲について教えてください。まあ、自分が書いたんですけども、自分なりの世界平和願って、はい、自分にも向けてっていう意味で、明日も笑って過ごせるようにという思いを込めて書きました。はい、はい、なるほど、はい、ではタイトルコールをお願いします。はい、じゃあ聞いてください。ネイティブキャットサウンドで悲しみの涙降る星へ。